辰川仕事から1946年2月23日は日本の漢学者。古籍名は亀太郎、字は仕事、号は君山。四季会中交渉を編纂したことで知られる。1865年11月12日に出雲国島根郡にて氏族であった木の進むの長男として生を受けた。1887年。 東京帝国大学古典講習科卒業。1897年に第二高等学校教授。1926年に大東文化学院教授となる。1931年、東北帝国大学より文学博士の学位を授与される。1946年2月23日、聖居。改名は、木鏡院君ん自習孤児。 東京及び仙台に居住することが多かったが、1945年3月31日からは、戦火を逃れるため郷里の松江市に疎開した。同志北堀町に、彼が晩年を過ごした武家屋敷の旧宅が現存している。博覧狂気で取材に訪れた新聞記者を驚かせ、著作の式会中交渉の署名は、日本出雲立川氏ことである。 達川死刑図によれば、戦国時代の武将、滝川和正の兄であった、達川則勝は、松平出雲守る大番4番組、達川重信の四世前の祖とされ、その達川重信を、達川主元祖として、四とは十世にあたるとされる。ありがとうございます。